シルバーウィーク明けなんでふわふわしますね。ふわふわしますね。俺は別にふわふわしてないよ。ムキムキしてる人を発見しました、うん、ムキムキやから、9月24日、木曜日、給料日前。給料日前やな。財布遊びが南が熱い。いや今日うまく言えたはずやのにな。あんまり触れタティさんにはほんまこういうのが今まだに響かへんっすね。こう突っ込んでほしいなとかこう返してほしいなが、タティさんワンダーすぎていつも伝わりません。9月24日タティさんです。お願いします。おいっす。いやタティさんでもあの放送を始めて1年ぐらい、もうすぐ1年経つわけなんですけど、なかなかタティさんの返しを読めないということで、僕はタティさんをつかめてないというね。どう思いますかその辺、タティさん。まだまだっすね。俺がいやまだまだ修行あるのみかなと思いますが、というわけで今日は本日はなんとタティさんの週にしてやはり来ました女の子。いやーいいね、もうこれがあるからもう。あ、こんばんは。楽しみね。うまそう。あ、今日違う。そうです、うまそうじゃないです。まあでも違う意味でうまそうが来ますね。タティ氏強い、はい、ハートブレイクにしないでね。ノーハートブレイクのタティ氏というわけで、あの今日は12人早速集まっているというところで、よし、どうですか今日は。どんな感じ。街を見てください。人ゼロです。今見てください。タクシー通っただけ。暇ですよ今日。この調子やと暇ですよ。いやこれからでしょ。ほんまですか。今日大丈夫ですか。雨降ってるから。南、雨降っておりません。ちょっとパラパラってきたりしますよね。ほぼ降っておりません。ただまあ雨やというところで皆さんがこう足重くなってんのかなみたいなとこはあるかなというところですが、ちょっと頑張っていきましょうか。よし行こう。頑張っていきましょうか。行こう。連休明けやし遊びに行かんか。いやそうなんですよ。行かんか。そうなんです。もうね、もうこの時間でそんなに人おらんかったら、まあそんなにおらんのちゃうかなみたいな感じもしますけどね。みんなどこ行ってたんやろ。おますね。みんな、あ、たてさん、今週の休みの方は少なかったと思いますけど、何したんですか休みの日は。何もしてないですよ。え、あのたてさんが何もしてない、うん、Facebook の方には何かしてた感じでしたけど。まあまあ時間を有効に使ってね。なるほどね。ね、映画も行きいいの、ね、美味しいとこも食べに行きいいの。あれからどこ行ったんですか最後。最後ね、え、スポッチャ行ったよ。元気っすね、うん、元気っすね。誰が行ったんすか。まるちゃんと見たからと3人で。そういう組み合わせ。小谷とか日野さんと行ってるのかなと思ったんですけど。いや小谷はもう、いや酒飲んだ後やから打てませんとか、なんかそんなな。あ、なるほどね、まあ、あかんあかん。割とじゃあ元気に。ラポッチャじゃない、ラポッチャじゃなくてスポッチャです、はい。そうやね、というわけでね、今日はあのラポッチャより8倍細い人に出てもらわんとあかんっていうね。8倍、いやかなり細いやろ。もっとですか、もっとですか、うん、ではそろそろお呼びしますか。しますか。しちゃおしちゃお。タジさんがニヤニヤし始めたんで、もう5分待ちますね。嘘です、嘘ですよ。俺が立ったら来る合図。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。イエーイ。はい、そこです。しゃしゃ。はい、というわけでよっこいしょ、しょ。さあ何喋ろうかな。というわけでまずお店の名前とお名前とお年齢とお願いします。はい、RIP のゆあです。年齢は21です。よろしくお願いします。お願いします。21なんですね。はい、初耳です。あ、でももう22ですけど。あ、っていうことは、っていうことはもうすぐバースデーです。おめでとうございます。いやありがとうございます。バースデーマイヤーから来たんじゃないですよ、うん、今日だってね、これ出てって言われたらいつでした。今日これ出てって言われたらいつでした。あ、さっき言われました。そうなんです、はい、そうなんですよ。このレスポンスの速さね。なんつっても今日別の方を予定してたんですけど、ちょっとその方がおじゃんになりまして、うん、どうするってなった時に、じゃあぜひっていうシエラハの矢が立ったんがゆあちゃんということでね、はい、それで出てくれるこの速さ、はい、助かっております。はい、さすがや。ありがとうございます。さすがや。普通は、ええー、そうなんですよ。なんで私なんか急に何なんクソ案内所って言われるとこやってますけどね。 あびっくりしました。出ていただけるというところで本当にありがたいので、後で立石さんに金一封もらってくださいね。あ、お願いします。はい、あとで金すぐ出すから金一封。お願いします。お金で女の人買えると思ってはるんでね。
というわけで早速、はい、始めていきましょうか。インフォメ一問一答よろしくお願いいたします。タティさんが拍手しない、聞いとけよ、丸裸にして、タティさんは丸裸にしますね。では早速いきます。出身地をお願いします。岡山県です。多いですね、こうあっち側らへんの人が。ほんまやな。タティさんは鳥取とかあったよな。タティさんは島根。急にエロな急にエロなではいきます。自分の性格を一言で言うと、大雑把で適当って言われます。適当、いいじゃないですか。ちみちみ豆よりいいですよ。タテさん、自分の性格を一言で言うと、豆。豆なんかぽくねえな。なんかぽくねえな。では行きます、この仕事を始めたきっかけは、やりたかったからですかね。興味本位ということで。はい、そうです。では行きます、休日の過ごし方。買い物とかですかね。美容院行ったりとか。美容院行くペースは、月2とか1とか、ね、行きますね。結構行きます。タテさん、3回。タテさん何回ですか。月1。全部の返事が終わったのと、ね、やっぱ立石さんちょこちょこコメントで立石差を取ったんじゃねえかみたいなコメントが来るっていうのも定かし間違いじゃないかなと、ではいきます、初恋はおいくつでしか、またその時のお相手は、5歳ぐらいですかね。お早いですね。ノブなんとかくん、名前はある程度覚えて。俺、マサノブ。違う、違うか。よう考えてください。俺じゃないか。年齢差。あ、そうかそうか。年齢差20歳。そうです。同級生です。なるほど、同級生。はい、タイさん、同級生でした。同級生。それ知らない。では、いきます、好きな男性のタイプは、包容力があって優しい人です。お、来ましたね。これは、後で物議を醸す場合、ラインになるんで、5分広げますね。はい、では、いきます、勝負下着は何色？青系ですかね。お、珍しい、ね、ちょっと恥ずかしいですけど、はい、いや、いいじゃないですか。青でもちょっと薄い、濃い青じゃなくて薄い青。タテさんも好き嫌い聞いてませんよ。のも濃いのも好きです。濃いのも好き、うん、タテさんはちなみに、赤。いや、タテさんの話、タテさんの好きな下着ってのはタテさん勝負した着がいいんですよ、うん、あ、そうか。全身赤いしね、うん、半分ずっと勝負してるから。確かに。では行きます、初体験はおいくつですか。初体験は高校2年生の時ですかね。お、はい、わりかし遅いです。いや、評判のいい年齢で。いや、ここでも、ここ、うん、ここそれぐらいがいい、うん、ここでも10分広げますね、うんうん、いい、ここ10分広げますね、はい、では行きます、はい、お酒を飲みすぎての失敗談はありますか。失敗談というか、結構席で寝てたりとかしてて。じゃあ、眠りの心になってると思うんですね。そうです、そうです、ね、眠りの心になってます。眠りながらもうボソボソ喋ってる感じのやつですね、はい、では行きます、今一番の悩みは。一番の悩みは愛犬が飼ったばっかりなんですけど、もう可愛すぎてもう食べちゃいたいぐらい。なるほど、はい、それが今にでも帰りたいぐらいの、ね、もうそう、ずっと一緒にいたい。もうなんなら帰りたいぐらいの。そう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 。じゃあこれ終わったら帰って大丈夫です、はい、大丈夫です。愛犬の写メないんか、そこに。愛犬の写メもらってません。あ、もらってないんか。では言います、はい、将来の夢は。将来の夢は旦那さんですかね。旦那さん間違えた。ああ、結婚です。ああ、いい旦那さんと、はい、そうです、幸せな。結婚したいです。ここが最終ゴールですからね、うん、はい、というわけで、こちらでご質問以上になるんですけども、はい、立石さん、恒例のやついきますか。あっ、立石さん、恒例のやついきましょうか。みんなこれ楽しみにしてんじゃん。そうなんです。これでは行きます。これ、前に出した方がいいな。まあ、一回じゃあ、映るところに出してもらったら、うん、あー、じゃじゃん。抱かれたい人は誰だ選手権ということでね、こんなべっぴんさんに聞くのも恐縮ですが、強いて言うならでいいです。強いて言うならを選んでいただければいいです。それによって今日の僕の対応も変わりますんで、うん、俺のあー、じゃあ俺の、あ、俺の、うん、伊達さんもいろいろ、まあ、そんなもん一回抜きにして、まあ、強いて言うならどれだな、決まりましたか。あ、はい、決まってますか、はい、じゃあ僕の平川の写真ないけどごめんな、ヘルの写真は入れません。では行きます、はい、せーの、うわ、ありがとうございます。うわ、だって打倒立石に燃えるスタッフたちなんでね、今日はありがとうございます。というわけで、ご質問以上になりますが、ゆっくりじゃあ広げていきましょうか、はい、では出身地が岡山県ということで、はい、岡山県にいらっしゃった年数はどれぐらいで。18年ぐらいですかね。あ、じゃあもう青春は岡山で。そうです、そうです。過ごされたと。4年ぐらいこっち大阪来てて。ああ、そう、てか岡山出身なんですね。はい。全然初見、なんかあんま出なくないですか、うん、方言的に。出ない、うんうん、出ない。伏せてるんすか。いや、
うん、そう、ちょっといや、そこはもう全然もうバリバリ岡山出していきましょうよ。バリバリ、ちょっと恥ずかしくて。いや、どんなやったっけ、岡山。ジャケンとか。ああ、ジャケンな。ですよね、はい、僕はあの友人の嫁はんが岡山なんですけど、ご飯ないなっていうことはないがんって言うんですよ。あ、言う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 。ないがん、もうこれ入ってないがんみたいな。入ってないがん、ないがん、ないがん。僕らもないがん。がんって何ってよく言われる。がんって言いますよね。あとあの僕これ合ってるか分かんないんですけど、はい、方言の中にオエマーガーっていう言葉あります。ああ、あります、ね、あ、あります。結構おばあちゃんとおじいちゃん、どういう意味あれ、どういう意味なんですか。ダメじゃがんみたいな。あ、ダメじゃがん、はい、かぶしてきましたね。ダメじゃがん、コキンコキンコキン。ダメ、ダメやけん、あかんやん。あ、それそれそれ、それオエマーガーいう感じですか。そうです、オエマーガーっていうらしいです。僕のあの7年の疑問が解けました。オエマーガー、あかんあかん。うまくよく使わないですね。ですよね。いや、うん、向こうの実家にいた時にオエマーガーって言われて、もう何言ってんねんみたいな。もう連れが小バカにして帰ってきたんで。なんかあいつね、オエマーガー言うとったでみたいな。バカにできへんってことですね。はい、覚えておきます。はい、ではお次に行きますが、自分の性格を一言で言うと適当ということで。はい。お掃除をしないとか。うん、なんかこう。はい。お手入れが不届きとか、そういう適当ではない。あ、なんかそうですね、お客さんとかに適当やねってよく言われます。それ大丈夫ですか。あ、でも適当なところがいい。あ、いい意味でね、適当でいいらしいです、うん。まあ、いい意味と悪い意味の適当ってだいぶ差ありますからね、はい、そうですね。特に立石さん、豆ということで、立石さん何が豆なんですか。逆にじゃん、豆を、すべてにおいて豆を、連絡が豆、うん、それはもう、それは当たり前。あ、それは当たり前。豆料理をよく食べる。あ、豆も好き。あ、豆も好き。あ、てんさんが豆好き言うたら、なんかこうドヨンとしますね。なんか悪い気しますね。なんでこの辺で一回止めときますね。広げ方がダークになっていくんでね。では行きます、はい。この仕事を始めたきっかけはということで、やってみたかったから。はい。どうですか、やってみて。楽しいですか。うん、楽しいです。楽しそうですもんね。はい、いやいや、もういいことですよね。あの、こっちに来てから始めたんですか。そうですね、こっち来て3年後かな、2年半後ぐらい。なるほどですね。こっちに来たきっかけは、きっかけ大阪に出たかったんですよ、ね。ああ、じゃあなんか学校とかで出てきたじゃん。あ、違います。テンションで出てきた感じですね。そう、就職先探して大阪に行こう。ああ、なるほどですね。立石さん大阪に来た理由は？理由も一緒、ほとんど。あ、そうなんですね。大体ね、もう島根、岡山、鳥取の人はなんか近場の都会で大阪にちょっととりあえず。うん、わかる。そうそうそう。行ってみよう、大阪でいろいろしようみたいな。なるほどですね。地元を離れるという決心、うん、寂しくないですか？寂しいですけどね。ですよね、うん、なんか向こうの友達に会えなくなったりとか。あ、それは思います。大阪に友達がだから少ないですね。あ、やっぱここから友達作っていかなかったよね。はい、相席居酒屋行きましょうか。あ、気になってます。あれね、相席居酒屋、立石さん相席居酒屋行きましたか。行ってないよ。立石さん行かんと。行って、ゆあちゃんみたいなのおるんやったらそりゃいいけど。それはね、行ったやつがなんかそういい話聞かんからな。こんな可愛く相席居酒屋いません。まずほら、僕一回長堀に行ったんですけど、うん、あのここの半分ホリエモンみたいなのやばいよ。いや、ほんまにホリエ高文と喋ってるのかなって、インサイダー取引でハマりそうでした。では行きます。やばいよ。では行きます、はい、休日の過ごし方ということで、お買い物&美容院、うん、月 2,3 行ってるって言ってましたよね。あ、結構行きますね。買い物もめっちゃ行きます。値段するでしょ。そうですね、美容院代って。女の子こうパーマがなんやとか、はい、エクステつけるんで、エクステが結構エクステンションね。そうです。どんなテンション。え、今はほんまどのぐらいだったっけ、このぐらい。あ、地毛、このぐらいの。あ、それ地毛ちゃうんすか。あ、地毛違いますよ。あ、そうなんだ。ちなみに今日つけてきたところ。お、つけたて、うん、ほやほや、はい、つけたてほやほや。俺長いのがいいわ、それ。ロング派ですか、うん、ちなみに僕もロング派です。あ、よかった。ロング派です。ロングバサッと切った人は結構ダメ出ししちゃうけど、いや、もうロングの方が良かったのに戻されへんこと言うっていう。これの何グラムついてるんですか。何グラム50本ぐらいですね。50本は結構ついてるな、うん、でもこれしかも1、2ヶ月ぐらいで急に虫取りません。あ、と1ヶ月ぐらいで取ります。あれむっちゃもったいなくないですか。そう、毎月買えます。あ、だから2回、今月3回目つけました。毎月買えるってことは、なんか色合いとか長さとかを変えるっていう。そうです、色とかも。へぇ、よし、長さも。金かかってんなぁ、ま、そうなんです。だから飯の1つぐらいおごれって話ですよね。か、あなたのために可愛くしていいんだから飯をおごれよみたいなね。それはもう納得の、納得の料金ですね。うん、納得、納得の料金ですよね。女の子金かかるからね、まあ、はい。というわけで、あの初恋は何歳。5歳。はい、5歳。早いっすね。早熟の早恋、あの早い恋ということでね、はい、これはあの幼稚園の時のお友達。そうですね。仮にこの、はい、彼とは大きくなってから再会されたとか。中学校別々だったんですけど、はい、あ、違う、小学校が別々だったんですけど、中学校の時にまた再会して
友達と付き合ってました。ここで実はみたいな欲しかったな。惜しかったな。興味なかったんで大丈夫です。その時の初恋と14歳だった頃ぐらいではだいぶ全然もうそう変わってますもんね、はい、彼もったいないことじゃない。ではいきます、はい、好きな男性タイプ、包容力があって優しい人、はい、これあのなんか年上なイメージが、うん、年上の方が好きです。年上派ですか、はい、ちなみにあの何歳まで、わからないですね。30ぐらいまでしかちょっとまだ今のところ経験がないと、はい、そうこれあの40とかぐらいいっても、あいいいい人によっちゃ全然40、ま、分からないから、あなるほどね、はい、未知の領域、そうです。40ハディさん、はい、40の魅力に気づいてない、うん、痛い気のない女の子を一人発見しました。よし、ハディさんの40の魅力、危ねえ、もう30代40代無理って言われるかと思った。この40の魅力にハマったら次の40いけない、危なタディ真剣、うん、真剣に今ちょっと今ドキドキしてたわ。いやちょっと30とか40ちょっともうありえないんでとか普通に言われるかと思った。いや言うてもお店に来られる限定がそれぐらいで多いわけなんでね、いろんな方がストライクゾーンということ、ストライクいろんな方がストライクというのはまだおかしい話ですけど、30、40ぐらいはいけると。包容力があって優しい人、はい、あとわがままな方ですか。わがままですね。わがまま聞いてくれる感じの、うん、はい、そうでも女の子のわがままはね、あの男性にとっては好物ですからね、うんうん、はい、本当ですって言っとけばポイント上がるかな、うん、思いがね、思って、はい、ではいきます、勝負下着は何色と、はい、青系が来ました、ね、これはびっくりした。これ珍しいですね、うん、あ、いないですか。インフォライブの中では白とか、うん、まあ赤、ね、この辺が多いかなと。珍しいところで黄色ってションベンかなという話をして一回しました。黄色は一回しました。黄色びっくりした。青系は珍しいかなというところ、うん、青綺麗に見えるんですよ。いやでもそうですよね。お 青賛成派です。青賛成派、これ赤より青賛成派です、うん、あ私もそうです、賛成派です。なんで全身赤のタディさんが目チカチカしてシャンパンチカチカしてシャンパン。確かに。けどあの僕何かで見たんですけど、青はあの男性の性欲を減退させるらしいです。あそうなんですか。色的にはなんでほんまは赤とかの方がっていうことは全身であの性欲を放ちつつある、うんうんうん、歩く卑猥物ってことですね。あの来ましたよ、いつものコメントが、ん今は今は今はが来てますよ。今日の下着は皆さんに期待を持たせてあげてください、今も青です。おいお今日は勝負の日でございます。はい、決戦は木曜日、明日からですけどね、本当に明日からですけどね。ではいきます、あの初体験はおいくつというところで、まあ、高校生2年生とか17ぐらいってことですか。そうですね。これはあのここで絶対に聞くことがあるんですけども、はい、その時のお相手は、年上です。出た、はい、3つ、3つ、お20歳相手21ぐらいです。悪いやっちゃうなおい。うわそれ通報したらもう犯罪やからな、18歳以下やから。でこれはあのちなみに20、まあ、21歳の彼、ちょっとヤンキーでしたか、はい、どうですかね、普通じゃないですか。思うですか、はい、これは大体あのここに来られる方の処女っていうのは大体年上のヤンキーに奪われるんで、うん、鉄板やったんですけど、まあ、でも分かりますね、ちょっと憧れというか、岡山ってヤンキー多そうじゃないですか。あ多いです。ですよね。そうです。なんかちょっと一世代遅れたようなヤンキーが多いイメージする、うん、眉毛めっちゃこんなんとか、うん、多いです。なんかちょっと今ここにパチキ入ってますみたいな感じの人多いかなっていうところで、ってことはじゃあ年上やったけどヤンキーではなかった、うん、でも車がヤンシャやったとか、うん、いや車どうとかではない。なるほどですね、はい、よかったよかった、あのヤンキーの世代ではなかったですね、伊達さん。よかったよかったよかった、純潔は守られました、うん、ではいきます。お酒を飲みすぎたら失敗談はありますかということで、はい、眠りの心、はい、眠りの心、眠りの心ということで、はい、お客さんに起きやみたいな。ないです、結構寝させてくれてて寝てます、ね、優しい、包容力1時間2時間ぐっすりワンセット。僕はあのそれやらしい話ですけど、まあ、ご指名で来られたお客様ってことはお値段的には1万ちょっとぐらいかかってる、はい、そうわけじゃないですか、ね、1、はい、ワンセット寝かしてくれるって1万払うって、ここまでの包容力持ってる人はなかなかおらん、うん、あそうね、伊達さんできますか。いやできる、さすが、じゃあ俺もできます。そっち派そっち派そっち派、さすがね、もうこのふわふわで寝かしてくれるわけですから絶対すぐ寝れると思う、このクッションおじさん。あもうみたいな。ではいきます、はい、今一番の悩み、ワンちゃんが可愛すぎると、はい、何飼われたんですか。トイプードルです。出た、まだ4ヶ月なんですよ。出た、こんなんですか。いやかわいい、マジでぬいぐるみっぽいですね。あそんな感じです。動くまで気づかんぐらい、ほんまに。あれなんか毛抜けないっていうか、毛抜けないです。ですよね。お部屋が毛だらけになることもなくみたいな、うん、何ちゃんですか。ちなみにメルです。メルちゃん男ですけどね。あオスで、オスメル、あオスのメルちゃん、
いいっすね。いや、ワンちゃん飼ったら今季遠のくとか言いません？確かに。いや、でもまだまだ年齢も若いということでね、そんなもん全然。立石さん、今季どうしてるんですか？何が？え、立石さんも御年40になるということで、もうそろそろね、立石さんも竿の姉妹時かなと。何を言うてん？竿の姉妹時かなと。まだまだこれからや。まだまだこれから。まだまだ。まだまだこれから。まだまだ。40歳で落ち着いてない男性どうですか？どうですか？どうですか。まあでも逆になんかこういう遊びを知っている方のが魅力的に見えたりとかもするんじゃないかなと思うんですけど。そうですね。そうです。堅実な40代と奔放な40代ってどっち取りますか。堅実じゃない方がいいかも。お、タデさん。一歩リードです。うい。奔放すぎる。奔放の方がいいかも。奔放すぎる。ではいきます、将来の夢はということで、まあ、お嫁さんと。そうです。いくつまでに結婚したいなみたいな。本当はもう結婚してる予定だったんですけど。あ、予定は見て。はい。そうです。21で結婚してるって早ないですか。そうですね。まあ、お友達周りがちょっとこう結婚して子供が生まれてるとかも影響されて。そうですね。ああいうの見たらちょっとね、子供欲しいなみたいななりますけど、立石さん本来は何歳で結婚してる予定だったんですか。え、いや、しない。あれ、うん、結婚しないぐらいの。いや、もう予定通りです。予定通りで見込む。なかなかやな。予定通りです。早かったら遊ばれへんでって来てますけど、これ早かったら早かったでまたアフターライフってやつがあるじゃないですか。40代ぐらいからまたみたいな。どうしたんでる、はい、はい、どうしたんでる。ちょっと恥ずかしいですね。あいつね、基本的にああいうことするっすけどね、あんまりああいうことができなくなってきましたけどね。いや、俺らカメラ越してこれ待ってる俺らの気持ちも考えてくれへん。考えてくれへん。20代で遊びたいやん、いや遊びたいやん来てますけどね。立石さん20代十分遊びましたよね、うん、遊びましたね。30代十分遊びましたよね、うん、40代どうしますか。いや、もうこの体をもっと十分に生かして。なるほど。この体をくたばるまで。くたばるまで。いや、やめてくださいね。2日くらい立石さん出勤してけへんなみたいな。それはないね。気付いたら死んでるみたいな。ないね。というわけで、ご質問以上になるわけですけども、はい、もう一度告知として、お誕生日、はい、になると。そうです。イベントの期間は25、26の朝、あさって。そうです、明日から朝。よし、金土。金土ですね。じゃあちょこちょこいろんな方に来ていただきながら、スポンスポン行ってもらうわけですね。スパスパ。ちょっと自信がないです。いやいや、そんな、まあ、案内所の方でもね、お店も近くで、ぜひバックアップさせていただけたらなと。まあ、ちょっとスパンスパンな人はちょっとね、スパンスパンさせていきますね。なるほどね。スパン何本ぐらい行く予定ですか。いや、目標はみたいな。いや、特にまだ決まってない。気持ちで。はい、そうです。のその辺の気持ちで十分だということで、はい。え、大丈夫？お酒強いの？大丈夫？あ、どうなんですか？そこ普通ですかね。普通？弱くも強くも。もうこの2日間、11時ぐらいやったら睡眠接客始まるからね。で、心接客始まるんじゃないかなぐらいの。そんなもん、それでも、それでも頑張ってる証拠やと思うんでね。はい、まあ、金土もしっかりもう頑張っていただければなと。まあ、案内所の方からでも少しずつこうちょっとかぶってても行け行け言うて、行けよ言って、行かすよ行ってもらうんでね、はい、もう準備で頑張っていただけたらなというところで、抱かれたり選ばれたからちょっと吹っ飛ばなあかんからね。お前やね。いやいや、そうなんで。いや、もうこの日のために選ばれたんちゃうかなと思って、この2日間で案内少なかったらもう急に通報されるのもね、泣く、多分泣くんでね、しっかり頑張らせてもらいますということで、今日は緊急生出演ということで、急にありがとうございましたということで、RIP のゆあちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、ここでべっぴんさん退席ということで、いよいよじゃねえわ、退席ということで、よいしょ、よっこいしょ。急に本当すいませんでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。若いな。はい、というわけで、若いな、21で、まだ2。さて、また来週、早い早い、来週は金曜日だよ。はい、というわけでですね、はい、今かと言われてたゆあちゃん登場していただきましたけども、ほんまやね、はい、もう次はもうゆあちゃんでしょみたいな話が上がってて、こんな形で出てもらうということでね、ちょっと準備不足のこともありましたが、本当にありがたい話でしたね。いや、でもよういけたね。ほんまですね、かわいいね。いや、そうでしょ、かわいいでしょ、うん、常にパネルを飾っておられますからね、はい、人気上ということで。いや、そうなんですよ、常にパネルになってるんで、超人気上ですからね。僕もこうやってお座りいただいてお話ししたのは初めてなんですけど。え、マジで。お店も近いんで、お顔を合わせたりだとか、まあ、ちょこちょこスタッフの方とお店で回ってきていただいた方はあったんですけども、まさか抱かれたいに選ばれる思ってませんやん。恥ずかしい恥ずかしい、もう次買うときおってなるっすやん。それはもう一応ね、建前上やって選んどかなあかんからね。ここで建前上って言わ、後で建前
ないですよってもうかけて言われてるわけです。ここではお願いします。ここではその手だけでいいのも愛想よかった。愛想よかった。いや、そうなんです。愛想の良さ抜群ということでね、うん、はい、とてもいつも挨拶もしてくれて、うん、そうよ、毎日挨拶してくれるよ、ちゃんとテンション上がるだけは、うん、そりゃそうでしょ。僕、日野、飯尾、この3人は打倒立石に燃えてますからね。何や言うて選ばしてもらった時、女の子2人が立石に刺す時の俺らのテンションどうなんですか。知ってますか。立石さんがお休みやったらマドレードのアキちゃんと、立石さんお休みじゃなかった、お休みやったかな。立石さんの放送休みの時の女の子の時に立石さん選ばれてたっていうこともありましたからね。あ、水曜日かな、カノネの女の子が出てきた時に、立石さんお休みやったんですけど、立石さん選ばれて、え、誰だっけ、エリカちゃん、サキホちゃんとエリカちゃん、エリカちゃんちゃう、え、あれは、え、誰やったかな、誰やったかな、立石さん、サキホちゃんはちゃうね、立石さんじゃないの、そう、誰やったか、誰か、立石さん休みの時に2人とも立石さん選んでた、何やそれ、え、エリカちゃんと、ちゃう、あれは多分マドレードの時やわ、マドレードの時立石さん休めたでしょ、リカちゃんと、リカちゃん、アキちゃんの時俺出たって、誰やったか、誰かの時タテイさん休みやで俺らが走ってて、俺らや言うて、イエーイ、そうなんですよ、もうガゼンタテイさんということで、まあ、そんなところでもなんとか頑張って、何も言わずとしても選んでくれた、さすが、何を言うんですか、そのまたタテイさんね、タテイシっていう写真と名前を見て、あっと思ったよな、いや、これで毎回言うたユウさんがそろそろタテイさんの写真変えろと、あ、そういうことや、タテイさんの写真いけてない写真を、写真にせえみたいなお話が上がってますけど、そしてこのままインフォームニュースに流れていくわけなんですけども、お、残り2分、なんと本日9月24日、クラブローラグランドオープン、おめでとうございます。うわー、きたー、クラブローラグランドオープン、まあ、以前まで営業しておりましたクラブフェレナの方が閉店、オッケーオッケーじゃないですよ、こんなごついローラいないでしょ。というわけでフェレナの方が閉店いたしまして、新規オープンということでお店の場所も変わっております。そうです、はい、大阪府大阪市中央区添右衛門町7-8無双ビル1階、1階ですね、クラブローラ入っております。昨日ですね、なんとプレオープンみたいなところでちょっとお店の方にお邪魔させてもらったんですけども、衣装が、ワインレッドのワンピース、いいね、コバルトブルーのワンピース2色、いいや、週替わりだそうです。いいじゃん、はい、しかもフェレナ南の時のミニスカートの丈は残しつつ、おお、ワンピースになってるんで露出度アップ、二の腕もムチムチしても怒られません、ほんまかな大丈夫かな、こんなこと言っていけんのかな、大丈夫でしょ多少ムチムチしても怒られませんよ。で、そして女の子にとっては秘宝、うん、男性が僕らにとっては朗報ですが、谷間のラインがちょっとざっくり言ってるんでね、これ裏話じゃないですけど、フェレナの時はちょっとヌーブラをピピッてこう寄せてつけてね、はい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 、はい、ファスナーでギュンってフェレナの時は上げればブイッと上がると、ローラの衣装を上げるとこがないから、寄せてもこうヌーブラ出るし、あ、なんか昨日ヌーブラ出てた子、結構スカスカなのよ、ちょっとこう覗かれんじゃないかな、ふぉーみたいな、おーみたいな、ね、ツンツンするぞ、ツンツンするぞバカ野郎っつってね、もうそういう衣装になっておるというところでね、フェレナの時よりも期待を裏切らない衣装になっているというところで、店内も非常に綺麗でしたね。